はい、レオンチャンネルです。やばい、3週間ぐらいプレバンアイテムも何もポチってない。ポチらないと、体が維持できない。体が維持できないとか、よくわかんないですけど、ちょっとポチろう、ポチろう。まず、これよ。これよ、これ。仮面ライダーの、どれだったっけ？これ。これももう確か3週間ぐらい前かな、予約開始になってて、コンバージ仮面ライダー PB10 仮面ライダー電王テレビコンプリートエディションで、全集合クライマックスだぜ。で、電王はすでに一般販売でコンバージ化されておりますが、今回は前の龍騎コンプセットと同じで武器持ちバージョンですね。で、本当に全ライダーとイマジンズが揃ってて、電王ソードフォーム、電ガッシャー、ソードモード付属で、ロッドフォーム、アックス、ガン、ウィング、ジーク、リュウ、モモ、ウラ、キンで、プラットフォーム、さらにライナーフォーム、電仮面ソードを持ってて、クライマックスフォーム、ゼロノスのベガフォーム、アルタイルフォーム、ゼロフォーム、しかもデネブ、イマジンまでいますね。味方側のライダーというか、もうライダーって言っても2ライダーですけど、各フォームチェンジプラスイマジンズが全員集合って感じで、コンバージの、今のコンバージのサイズで多分やるんですよね、あの第7弾の。って思うとめっちゃよくできてそう。1体1000円ぐらいかな、1万5000円ぐらい、あ、でも1万4000円だ。何点セットでしたっけ、書いてない、見ていこう。とりあえずサンプル画像はこんな感じで、コンバージ仮面ライダーシリーズに放送10周年を迎える仮面ライダー電王テレビ本編に登場した電王の全8フォームと、ゼロのその3フォームパートナーイマジンを網羅した究極のてんこ盛りセット、むっちゃよくできてますよね。普通に買うと一般はね500円ですけど1個、これは結局どうな、あ、なんかパッケージすごい。パッケージは劇中に登場する時の列車電ライナーをモチーフにデザイン、豪華イスルギ烈光イカズチの各車両を模した特製ボックスに全てのアイテムが封入されております。全17体セットで14000円か。あー、なんか思ったよりそこまでこう、まあ高額なんですけど、普通に強気に17000円とか来そうな感じですけど、14000円ですね。めっちゃいいじゃん。こうやって並べられるわけですよね。で、発送は2月で、サンプル画像はこんな感じ。これが全部セットになってて、イマジンズとかライダーのみで個別には販売されておりませんね。完全に全14体セットとなっております。で、今公開されてないシークレットとかそういうものもなくて、これで全種類ですよね。では、ポチりましょう。商品合計が14000円の、送料が648円、総合計が14648円です。それでは注文噛んじゃった。はい、レオンチャンネル、コンバージ仮面ライダー PB10 仮面ライダー電王コンプリートセットをポチりました。ここにはあれ乗ってんの、あーあったこっちこっち、ウルトラマンオーブのこれこれ、サンダーブレスター来た、アーツゾフィーさん、ベリアルさん、光と闇の力をお借りしますということで、あの本編でも大暴走してたサンダーブレスターがプレバンで商品化。てかその前にバーンマイトとハリケーンスラッシュって確か参考出品されてましたよね。あれ？でも一般販売とか商品化決定とか特に書いてないけど、いきなりサンダーブレスター来たんだ。サンダーブレスターってね、一番あの基本4フォームの中では一番最後ですもんね。へえ、まあいいや、とりあえず闇を抱いて光となる。で、画像的には超ごつい。ごっつ、まあもともとあの逆三角形でかなり荒々しいシルエットでしたけど、それが完全再現と、ハイレベルな造形、ちゃんと暴走状態のこの上向きも表現されてますね。で、スペシウムゼペリオンと並べるとこんな感じで、妥協なき彩色。なんかいつも以上に文字での情報量がすごくて、ちょっとこれは後で読みますけど、ウィジンの12話では暴走、15話では戦闘機を払い落とし、そうそうそう、これでね一般人を殺しちゃったんじゃないかみたいなのがありましたね。まあ結局大丈夫だったんですけど、
で17話でやっと受け入れてその力を使えるようになったんですよね。めっちゃ細かく解説が書いてある。でもこれ単体で見たらどう見ても悪側のウルトラマンですよね。まあ闇の力使ってますからね。光線エフェクトを立体で表現。そして価格は、あ、というか5月発送、めっちゃ先ですね。7ヶ月後。で、価格は6480円。プレ版のアーツからすると、まあまあそんな感じなのかなと。で、発行はしませんけど、こんなか、あ、え、発行するの？発行する？え、どうなの？発行はしませんって書いてあるね。びっくりした。サンプル画像はこんな感じになっております。ちょっとシルエットね、全体のシルエットはいいんですけど、こうやって見ると若干関節部分が気になるけど、まあでも実際見たらかっこいいのかな。でもこうなると、でも普通にバーンマイトとかハリケーンスラッシュも今後アーツ化来るんですよね。とりあえず予約しましょう。商品合計は6480円で、送料が648円、総合計が7128円です。では注文。はい、レオンチャンネル SH フィギュアーズウルトラマンオーブサンダーブレスターをポチりました。衝動ウルトラマンの追加アイテム。僕、衝動シリーズレビューこそしてませんが、一応ウルトラマン系は全部買ってますので、怪獣系がね、意外と売ってなかったりするんですよ。発売日にもう駆られちゃった後とかで。で、これはどういうものかというと、父と母の元に集え衝動ウルトラ6兄弟で5400円。商品名はウルトラの父&母スペシャルセット。衝動ウルトラマンシリーズにウルトラの父と母が登場。ウルトラマンからウルトラマン太郎のファミリーがついに集結で、このセットには一般販売されてない父と母が入ってて、さらにブラザーズマントが付属するんですよね。これが6体分、発売済みの衝動ウルトラ6兄弟に装着可能なブラザーズマントが6枚付属。これ最高。一般販売今まで集めといてよかった。まあいつか一般販売でもブラザーズマントセットが来るのかなと思ってたんですが、やっぱプレ版か。これで6人ともマントを装着して6兄弟のブラザーズマント状態を再現することができると。この辺は悪党版と似たような作りになってますね。で、背面のジョイントを使えば装着できるような形ですね。光の国のジオラマが付属。ほー、価格は5400円。フィギュアが2つプラスマントが6個セットと。あ、まあ価格的にはこんな感じなのかな。で、2月発送、そこそこ早い。では予約しましょう。商品合計が5400円の送料が648円、総合計が6048円です。では注文。はい、レオンチャンネル衝動ウルトラの父&ウルトラの母スペシャルセットをポチりました。で、さらにこれですね。コンバージウルトラマンが来年発売しますよね。もう公式でも発表されてましたよね。これ、あれ？一般系のやつが載ってるコンバージシリーズにウルトラマンが参戦で、ウルトラマン T がオーブオリジン、ジードプリミティブ、ゼロビヨンド、ベリーアルト、まあほぼ最新のウルトラマンを網羅してて、さらにそこにインキャラのティリガーがいるような形で、そうそうそう、2月に第1弾が発売するんですよ。この6体でね。で、それに対応した、これに合わせてプレミアムバンダイより、このコンバージウルトラマンの目を点灯させる。あ、え、どういうこと？発光するの？これそういうギミックがあるの？第一に降り立ち、光の巨人が目覚める。ステージに置くと目が光る。はぁ、あ。全高 55mm の精密造形で人気のコンバージシリーズにウルトラマンが参戦。第一弾の発売を記念してコンバージウルトラマンの頭部の目を点灯させることができる発光ユニットとジオラーマをセットで発売。またここでしか手に入らない限定コンバージウルトラマンカイザーベリアル、あ、そうなんだ。これも同梱でコンバージウルトラマンに対応した極小発光ユニット7個と発光ユニットに電気を送電する専用ジオラマ。なんか難しい感じだな。ここに置けばその電気送電するユニットが働いて発光するってこと？無線で？すごくない？発光ユニット
とは15ミリのものが入ってて、これを頭部パーツに中にこうブスッとね刺すところが多分あるんですよね。でワイヤレスで電気を受け取り箱へーで、カイザーベリアルが付属すると。ちゃんと頭部に傷もありますし、この大きな爪も再現されてますね。このマントもいい感じ。ステージに置くとライトが点灯、ウルトラマンの瞳が光り輝く。カラータイマーまでの発光はありませんよね。第1弾全6種に対応。でもこうなると第2弾以降のラインナップにもプレ版限定で第2弾に対応みたいな感じで発光ユニットと追加の特別なウルトラマン系コンバージがラインナップされて、そういうのが続いていく感じなのかな。でもいいかも。とりあえず買おう。いくらだっけ？あー、5,940円。うん。安くないね。安くない。買おう。でも、なんかその発光ユニット面白そう。でもなんかウルトラマンが発光するフィギュアって、ぶっちゃけて言うとアルティメットルミナスで間に合ってるよね。あれ特にねレアソートとかじゃないし、普通にウルトラマンバンバン出ますし、で発光 LED ユニットでもあれ別か、ジオラマ当てないとつかないか。あ、まあでもあれめっちゃかっこいいですからね。大きいし間に合ってる感はあるけど、とりあえず買おう。予約します。はい、レオンチャンネルウルトラマンコンバージ PB0G ウルトラステージをポチりました。これで一気にいろいろとポチりましたが、もうありませんよね。3週間分溜まってたポチる必要があるアイテムは全部購入したような形ですよね。仮面ライダーとかも特にないかな。これなんだ、怪獣王シリーズか。地獄大使は一応ポチりました。真骨頂1号とね組み合わせられますもんね。でザラブ星人も買ったし、グレン・ラガンのリニューアル再販版も買ったし、そんなところかな。仮面ライダーキャラクター別に見てもないもんね。オフィシャルメダルホルダーは買ったし、そうね、大丈夫だね。戦隊も見ても、あれ戦隊シリーズって項目ないじゃん。ちょっとトップページから戦隊シリーズ下ろさないで。マジ？ガンダム、仮面ライダー、セーラームーン、ドラゴンボール、ワンピース、マクロス、タイガー&バニー、ウルトラマンで、戦隊シリーズがなんかトップページ落ちしてるんだけど、ちょっと最近人気ないのかな。面白いよね、キューレンジャーとか、おもちゃとかめっちゃよくできてるし。もうちょっとなんか盛り上がってほしいかな。もっといろんなアイテムとかストーリーが話題になってほしいところではありますが、なんとなくね、こう、くすぶってるというか、こう、大ブレイクしてませんよね、ここのところ戦隊って。毎年。ニンニンジャーもね、キューレンジャーも僕、好きなんですよね。ジュオージャーはちょっといまいち僕にはまらなかったんですけど、そうね、大丈夫だね。ということで、今回もいろいろとポチりましたので、ポチったアイテムは概要欄とコメントにリンクを貼っておきます。とりあえずウルトラマン系結構ここに来て PB アイテムたくさん出てますし、もうジードもなんだかんだであと2ヶ月でもう終わっちゃいますから。でもジードも面白いし、おもちゃもね多分人気なんですよね。なので今後プリミティブ以外のアーツ化も来ると思いますので、でもジードもオーブも全フォームかっこいいから、全フォームアーツ化計画してほしい。全部買いたい。でもその前にあれか、無限魂のアーツ化か。無限魂のアーツ化全く話ありませんよね。どうなってんの？僕無限魂、ゴースト無限魂、見た目すっごい好きだから、早くアーツ化来てほしいのに、タイプトライドロンの時より話が進んでない感じですよね。なんか、無敵ゲーマーの方が先に来ちゃうんじゃないかみたいな。そういうぐらい、全く話ありませんけど、あれなのかな？ねえ、魂ネーション2017でサプライズ参考出品とかそういう感じなのかな？以上、レオンチャンネルの3週間ぶりのポチりました動画でした。